チャレボ、チャレボ、ブルガリア語、ラテン語自転車トサーリボは、ブルガリア南東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、ブルガス州に属する。かつて共産主義時代には、ミチューリン、ミチューリン、それ以前には、バシリコ、バシリーコと呼ばれた。チャレボ基礎自治体には、その中心であるチャレボをはじめ、以下の町村、集落が存在している。 サレボは、ブルガスの南方およそ7 0トルの国海沿岸に位置している。海底調査の結果、古代末期、およそ4世紀から6世紀頃のアンフォラやコンスタンティノポリス、シリア、北アフリカから輸入された赤い光沢のある陶器が見つかっており、このことから同時代に交易が行われていたことが示唆されている。町の南にある半島には、中世の要塞の一石が残されている。 町は12世紀に、バシリコ、バシリーコという名前で、アラブ人の地理学者、ムハンマドアルイコールイドリースイー、アブー、アブットアラ、モハンメドアルイドリシー、ラテン語、ドレシスによって、初めて記録された。それ以前の第一次ブルガリア帝国の時代に、この町が存在していたかどうかは定かではない。14世紀末に町は、オスマン帝国の支配下となった。 15世紀から16世紀にかけて、町は、バシリコズと呼ばれ、オスマン帝国の港であった。17世紀の旅行家、エブリア・チェレビによれば、バシリコズ・ブルガスの町には、ブドウ畑に囲まれた高台から国海を見下ろす、要塞が築かれていた。その入り江は大きな船が、港として使用するにも十分であったが、強い東風から10分に守られていないため、たびたび、 船乗りたちからは敬遠されていた。17世紀の末から18世紀にかけて、バシリコズは、ポモリエの町、カザの一部として、ノースマン帝国の調税所が置かれていた。在イスタンブールのオーストリア大使によると、1787年には、バシリコズには220棟の住居があり、港として機能しており、その住民の多くは造船業や漁業に従事していた。別の資料によると、 1831年には、町の人口は1800人、前後434棟の住居があった。旧市街は、入り江の南側に位置し、現代では、サレボの町の中で、バシリコ地区と呼ばれている。19世紀の前半には、バシリコには42隻の船が停泊する、渓流場があった。近隣には10の風車と水車があり、近くのブドウ畑からは、 毎年6センタルのワインを生産していた。ギリシャ人の学校もあり、ギリシャ人のみならず、ブルガリア人も利用していた。1882年、火災によって町のほぼ全域が消失し、住民は別の場所に町を再建することを余儀なくされた。新しい町はリムノス、リンノスと呼ばれた北の入江の半島の上に建設された。1903年には、 新しい橋以降は150棟の住居がありあったとされるが、別の統計には1899年には460棟の住居があり、うち160はブルガリア人で300はギリシャ人のものとしている資料や、1900年にギリシャ人の住居が240棟あったとしているものもある。1913年、バルカン戦争に続いて村がブルガリア領となったとき、 村のギリシャ人住民はギリシャへと移動し、ギリシャ領となった東トラキアから来た、ブルガリア人と入れ替えられた。1926年には、バシーコは409棟の住居があった。1927年から1936年に、かけて、ボリス三世の資金援助の下、新しい鳩場が建造された。その時、ボリス三世の栄誉を称え、村の名前は、王。 サールにちなんで、ザレボ、王の町、バシリコのブルガリア語訳と改められた。1950年から1991年までの間、村は、ソビート連邦の学者、イヴァン・ブラジミロビッチ・ミチューリンにちなんでミチューリンと呼ばれた。アフトポルは、国会沿いの町で、海岸リゾート地、ブルガス州南東部に位置し、トルコとの国境にほど近い。 ブルガリアの海岸の最南端に位置する村である。町は古代トラキア人の集落の上に位置し、トラキア人でも最古の住居地が新石器時代に存在していた。西暦期限前430年頃、ギリシャによって植民地化されたと見られている。古代ローマ帝国時代には村はペロンティクス、プランティカスと呼ばれ、蛮族の侵入による破壊からギリシャの指導者、 アガトーン、アガーさんによって再建され、その名を取ってアガトポリス、アガターパリスと命名された。別の情報源によると村がアガトポリスと命名されたのは遅くとも紀元前三百二十三年だとしている。中世には村はビザンティン帝国とブルガリア帝国の間を行ったり来たりした。中世のソースの中でアフトポルは活気のある商校でビザンティニアイタリア、 その他の船が多く出入りする場所として述べられている。14世紀のオスマン帝国の侵入によって町はアフテンボル・アテンベルーと呼ばれるようになった。町は1453年には完全にオスマン帝国の支配下となった。1498年のオスマン帝国の朝税書は158家族のキリスト教徒をリストしており、そのほとんどはギリシャ人の名前を持ち、残りは スラブ人、ブルガリア人の名前となっている。1898年には、アフトポルには410棟の住居があり、うち300はギリシャ人、110はブルガリア人のものであった。19世紀、町は依然として漁業と交易の町として栄え、地元民所有の多くの船が、国海、地中海沿いの各地と取引をしていた。ぶどう栽培も盛んであった。 アフトポルは海賊によって何度も焼き払われ破壊され、多くはコーカサスのラズ人による、その中で最近のものは1918年に起こり、町の大半が破壊された。町の要塞の移行、高さ8メートル、幅3.5メートルに達する12世紀の聖夜二修道院、そして騎兵の彫刻のある泉のみが古い時代から残された歴史的建造物となっている。 この他の歴史的建造物としては、1796年の商店協会がある。バルカン戦争の後、この地方は、オスマン帝国からブルガリアに割上され、町の人口の多くを占めたギリシャ人はギリシャへ移住し、東トラキア地方、特にブナルヒサルから逃れてきたブルガリ人と入れ替わった。ブロディロボは、ストランジャ山脈の中にある村、ベレカ川の左岸に位置し、 2005年の時点で、の人口は363人である。ブロディロボは、標高56メートルに位置し、サレボの南12キロメートルに位置している。村の名前は近くにある浅瀬、ブロットにちなむ。村の古名は、ベラディウ、ベラジウ、ブロディボ、ブロディボ、ポルドリコズ、ポードリッコス。村の最も古い記録は、西暦1498年で、 塩の交易に関係するものであり、34件のキリスト教徒の世帯があった。1914年7月12日まで、村にはギリシャ人が居住していたが、第二次バルカン戦争の結果によって、ギリシャ人はギリシャに移住し、東トラキアからのブルガリア人難民と置き換えられた。村のセパンテレーモン教会は1910年に建てられ、廃炉、ナルテクスを特徴としている。 イコノスタシスは、ギアニス、ギアニスという地元の彫刻師によって、加工、彫刻された。2006年まで、トリチャネナクチェ、トライケインエネクーチェ、と呼ばれる、水面の上に犬を宙吊りにして回す、古代より続く儀式が行われていた。ブルガリアの動物福祉団体が、その残酷性に抗議し、儀式は当局によって禁止された。 バルバラは、サレボ市内の村で、国会沿いのリゾート地、サレボとアフトポルの間に位置し、トルコ国境にもほど近い、に位置している。2005年現在、人口は250人。19世紀中頃、現在の村のある一帯は、村の名前の起源となった聖バルバラの修道院か、礼拝堂があるのみで、その他の居住者はいなかった。より古い時代には、 集落があった可能性があり、マックス・シメク、マックス・シミックの1748年、そして、クリスティアン・ルドビヒ、クリスチャン・ルードビヒの1788年の地図には同地に記されたバダラ派、バルダラなる名前が、その可能性を示唆している。バルカン戦争までの時代、バルバラは、ロト戦争によるブルガリア解放以降に、ブルガリア北部から逃れた、 トルコ人難民が住むオスマン帝国の村であった。1913年以降、トルコ人は村を脱出し、逆に東トラキアからのブルガリア人難民が流入した。村は芸術家や作家の知的なコミュニティとして最もよく知られている。多くの若い芸術家が1970年代、1980年代にバルバラを訪れ、 ソフィアの芸術学校が購入したキャンプに居住した。長年にわたってより多くの芸術家たちがバルバラに強化前、不動産を購入し、小さな芸術家たちのコミュニティを築き上げた。バルバラにはまた多くの漁民が暮らしている。住民は様々な背景を持っており、季節的あるいは通年で居住する西ヨーロッパ系の住民が増えている。 村にはまたよく発達したロマのコミュニティがある。村の大きさとその知的価値は多様にしてなお密なコミュニティを作り上げる上で寄与している。新たに改良されたウルガスへ通じる道路によって国際空港から一時間圏内で結ばれた。漁業の他に観光も村の大きな収入源となっている。離れたところに砂浜があり、 また国会で最も有名なダイビングエリアである、ダルダネリ、ダーダナライも村に隣接している。これは、水中の洞窟と渓谷の群であり、絶好のスノーケリングやダイビングの場所を提供している。村には12の家族経営のホテルと11のバー、レストランがある。ロゼネツは、サレボ市内の村で、国会沿いのリゾート地。ニーチ市、2005年現在の人口は510人。 東トラキア、主にペネカ、ペネカとマラクサモコフ、ゲン、デミルキョイから逃れて、はじめはポトルナク、パトルナックに到着したもののより、良い場所を求めて沿岸部に出てきた、おそ20家族のブルガリア人によって、1924年にロゼネツが建設された。彼らは、伝統によれば、かつてのャレボの古いドウ畑があったとされる、エンベレツ、インベラッツあるいはアンベリア、 アンリアと呼ばれた地区に居住を始めた。初期の居住者は農業、畜産業、林業で生計を立て、後に漁業を習得するようになった。1960年代の初め、国家的、あるいは国際的な海洋観光によって、ロゼネツとその居住者たちの職業は劇的に変化した。現在では、ロゼネツは賑やかな観光地となっている。シネモレツは、 国会沿いのリゾート地、トルコ国境にほど近く、ベレカ川の河口に位置している。に位置し、2005年現在の人口は216人で、ある。紀元前5世紀から紀元前4世紀にかけての陶器のかけらが、古代の船の怒りや金属の枠と共に、村の南のポテミア、ポタミア湾から見つかっている。村は1496年のオスマン帝国時代の文献に、 初めて登場し、当時の人口はキリスト教と十六家族であったが、海賊の攻撃によって多くは、ストランジャ山脈の内陸部への移動を余儀なくされた。オーストリア帝国の外交官で村の近くを公開した、ベンツェルフォンブロニャル、ベンツェルフォンブロンジャルによると、1766年に村には17の家があり、住民の多くは木材を売って、生計を立てていた。他の聖王人、 エネルホールム、イネロームによると1824年には内陸部に30の家があり、沿岸部には不当があるのみであった。ここでも人口の少なさとその居住地域はラズ人の海賊によるものと説明されている。バルカン戦争の後、村と周辺地域はブルガリアへ割上された。1927年のモロフイコールカファンダリスゴーイ、バロフ。 ゴハンダーリス・アグリーメントによると、村のすべてのギリシャ人住民はギリシャへの渡るを定められ、東トラキアからのブルガリア人難民が入れ替わった。1926年には、村には68世帯があった。現在の村の名前は1934年に、遡り、それ以前はギリシャ語で、ガラジャキ、コロジュキー、あるいはトルコ語で、カランジャ、カランカと呼ばれていた。 シネモレツという名称は以前のギリシャ語の地名のブルガリア語への直訳でありギリシャ語のゴラッツィス空色に由来している1963年以降シネモレツは公式に海洋リゾートの地となり国境地帯への出入りが許可されてからは急速に開発が進められた楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください